すみません、いきなり質問なんですけれども、もし誰かがあなたは好きなことを仕事にしようよ、大好きなことで生きていこうよって言われた時にどう思いますか？いや、そんなの甘いよって思います？それか、それは素敵だけど自分には無理なんだよって思うか、それか、そんなのできないって思います？ね、じゃあこれはどうですか？自分が得意でやりたいこと、本当に興味があって朝起きてワクワクして、そういう形で興味があるから仕事で使う時間が増えて、で時間が増えると経験が増えて、経験が増えると自分のスキルが上がって、自分が提供できるサービスまたは商品のレベルが高くなるので収入が上がってくるよね、だから自分で得意で好きなことを仕事に選んだ方が賢いよねって言われるとどう思います？すみません、僕はね、クリス・モンセンと申します。そろそろ大好きなことで生きていこうよっていう本を出版して、YouTube でもね、今本当に、ね、チャンネル登録をしていただいているんですけれども、ちょっとお話したいことがですね、今心とマインドの時代に進化が来ていて、ね、今本当に前よりは楽に自分の心が望むことを仕事にできる時代が来ていると思うんですよね。で、自分がの心が望むことなんて何ですかっていう形で、もしね、これが本当に怪しいなと思ったら、ぜひ次のビデオを見ていただいてもらいたいんですけれども、どういうことかっていうとですね、自分の心とマインドのアライメントを合わせることによって、ね、仕事を生き残るために毎日やることっていうこのパラダイムから、仕事を自分のためになって、お客さんのためにもなって、ね、社会のためにもなって、天よし、四方よしですよね、この天にもいいことが起こるっていう形で今シフトができる時代が本当に訪れているんですよね。で、実はこの心は何を望めているのかっていうことね、これは実は本当に僕は勝手にね、ビジョンって呼ばさせていただいているんですけれども、実はこのビジョンクエストっていうのも何千年の前からネイティブアメリカの方たちがやっていることなんですよね。本当に子供が大人になるっていう時、本当に15歳とか16歳ぐらいの時に、子供が森の中に行って自分の一人の時間を過ごして、自分は何のために生まれてきたのか、自分は何をやっていくのか、ね、本当に自分がやりたいことね、難しいことかもしれないけど、それを考える時期っていうのがビジョンクエストなんですよね。これアボリジニー、ネイティブ、オーストラリアの方たちも同じようなことがありましてですね、これ、ワークアバウトって呼ばれているんですよね。You walk about! ね、本当に子供が大人になるときに、こうやって歩いていくんですよ。で、ここでですね、大好きなことを仕事にすると何が起こるかっていうことについてなんですよ。ね、好きなことを仕事にするのは甘いよっていう、なんかそういう昭和のね、時代の考え方がまだ残っているんで、I'm gonna cure it. I'm gonna clear it. That's not true. Okay? みんな、好きなことを仕事にしたら甘いよっていう考えは、それ真実じゃないよ。わかる？1950年代で工場でしか働くとか、もう仕事が限られている。自分の夢はキャラメルポップコーンを販売することなんだけど、どうやってポップコーンを手に入れるの？キャラメルなんて今国にねえよ。ね？工場でしか働けないんだよ。あんた子供6人いて何やってんの？っていう時に、ね？好きなことを仕事にするなんて甘いよっていうのはわかるんですよ。でも、今好きなことを仕事にした方が、ね？はるかに自分の経験、自分の、わかる、仕事する時間が長くなるからスキルが上がってくるんですよ。で、今表参道とか見るとキャラメルポップコーン行列ですよね。ね、だから好きなことを仕事にするっていうのは舐めちゃいけないことなんですよね。本当に。で、論理的に考えていくと、ね、大好きなこと、自分が本当に2ヶ月ぐらい時間をかけて自分が何やりたいのか、何が得意なの、ね、何が好きなので、仕事だけじゃなくて、あなたという人間は2020年、これ今メガチャンス来てるんですよ。2020年から2030年のこの10年間、あなたが何を目標にするかによって、あなたの人生だけじゃなくて、あなたの家族だけじゃなくて、あなたの友達、会社だけじゃなくて、世界が変わるんですよね。リアルに。今すっごいチャンスが、もう人類の中でこんなにチャンスがなかったような波が来ているんですよね。で、あなたがね、仕事辛いんだ、やりたくないことで生きていかないんだっていう、それをマインドの生き残るために仕事を10年間やるとどうなるのか。または時間をかけてゆっくりでいいんですよ。今日仕事やめろっていう、それやってもうまくいかないと思うんで、まあ中にはね、わからないけどね、
何人くらいはその方が合ってるかも、普通の人にはそれ合ってないと思うんだけど、ゆっくり時間をかけて自分が磨いていきたいところ、自分が自信をつけていきたいところ、自分が強くなって断っていけるところね、何が正しいのかっていうのを自分で決めて、自分で人生をあなたという人間をスコルプチャーね、作っていく、スコルポしていくね、あの石にさチンチンチンカンカンカンってやってね、なんか新しい人間を作っていくみたいな感じで、今そういうチャンスが来ていて、分かりますよね。今時代を見ているとアメリカの政治も来ているし、日本の政治も来ているし、コロナウイルスが来てのエコノミーがもう止まっている、リズムが変わっていて、今は自分の心と向き合える時間で、心愛を選んでいくっていう時代がまさに本当に来ていると思うんですよね。だから仕事も生き残る恐怖がベースとなっていて、自分のお父さんお母さんがこういう仕事が一番いいんだよって言って、自分はそれやりたくなかったんだけど、ね、それをやっていくっていう形じゃなくて、自分がこの人生一回を何やっていきたいの、ね、でそれを実際に論理的に考えても、その方がメイクセンスな時代なんですよね。でどういうことかっていうと、やりたいことを仕事にすると、朝起きたらその仕事についてフォーカスをしているので、自分のマインドをそっちに向く、でゴールセッティングも楽になりますよね。で実際に職場に行って自分の環境とかも考えていったら、自分より上手い人たちがいる職場に自分を入れて、そういう人から学ぶことができて、自分のスキルが上がっていってね、仕事行くのが好き、仕事終わったら仕事に残りたい、ね、先輩がやっていることを見ている、自分が興味あるから帰りの集金も YouTube 見てて、もっとそのスキルについて学んでいる、夜もそれ考えている、で週末何するのって言ったら、自ら自分のお金を使って、自ら自分で資格を持って、自分で自然にスキルが上がっていくんですよ。スキルが上がると自然に、これビジネスの振りかけ、ビジネス、自分がそのビジネスが動いている場所に、you physically put yourself there、 本当に自分をそこに売ると収入上がってくるんですよ。収入上がってくるんですよ。いや、その考え甘いよ。収入、スキルが上がるかって上がらないよ。ちゃうちゃうちゃう。そういう会社も自分で選ばないと、そういう会社自体も今進化できるから、ね。ポイントはね、本当にスキルだけの話で言うと、自分が好きで大好きでワクワクすることを職業として選んでいくと、10年後、20年後、30年後には全然違う人生になるんですよ、ね、でここでめちゃくちゃ大切なポイントは、心とマインドは違うっていうことを説明したいんですね。どういうことかっていうと、マインドはサバイバルのために作られているんですよ。皆さんが生まれてきた体、これあなたの体ですよ。あなたは体じゃないけど、あなたの体は、の目標は生き残ることなんですよ。ね、マジ今幸せにフォーカスするっていうのはできると思うんですけど、僕たちの体は何十万年の間で作られてきた、この脳とかをよく見ると、脳には3つの部分があるって言われてるの知ってますよね。爬虫類の脳で哺乳類の脳があって、そして最後に人間的なニオコルテックスっていう脳があって、知ってます？自分が不安とか恐怖とかサバイバル、生き残るっていうところにフォーカスしている時とね、自分が幸せ、心の方にね、フォーカスをしていく、実際にマインドフルネスとかをやっていくと、自分の脳のサイズが変わっていくんですよ。自分のこの一番サバイバルの、ね、扁桃体っていうアメグダラっていう部分のサイズがちっちゃくなってきて、でニオコルテックス、人間的な脳がもっと太くなるんですよ。リアル、体も変わってくるんですよ。自分がどこにフォーカスを置いているかって言って、で脳は間違いなくね、ちゃんとトレーニングをしてあげないと不安を見つけてくれるプロなんですよね。これ第一の脳っていうのが、このなんていうのかな、僕はあの爬虫類の脳、生きるか死ぬかっていうことなんですよね。あ、そこにセーバー大佐、セーバーチュースタイガーがいるぞ、危ないってなった時に、簡単に説明するとこういう情報が扁桃体っていうところに入ってきて、すごいショートバージョンね、でそこで危ないっていう判断が降りた瞬間、リアルにストレスホルモンが流れてくるんですよね。でどのように普通の人が感じるかっていうとね、言葉になっていない不安、なんかお腹が痛くなる。で、リアルにストレスホルモンが流れてくるんですよ。で、どこにフォーカスするかっていうと、サバイバルなんですよね。
ね、だからちょっとした上司からのメールとかクライアントからのメールとか人が見るっていうところで自分の脳がもう勝手に危ないかもって思ってるっていうところがあるんですよ。で、次の脳がこのなんかね、哺乳類の脳っていうかね、この動物的な脳っていうところは、ね、一番最初の脳が進化して、ね、蛇の脳とかが進化して動物の脳に変わった時に何が起きているかっていうと、サバイバルを自分のトライブ、群れ、ね、自分の村、自分の学校、自分の会社、自分の家族、チームメンバーとして生き残るっていうところもプロ中のプロですよね。ね、簡単に説明すると、例えば10匹の狼の群れがいるとしましょうよ。ピラミッドのね。で、一番生き残りやすい狼はどこですか？トップですよね。アルファですよね。ね、だからこれも人間にあって、王様で生まれたラッキーやなって。ね、もう天皇陛下で生まれたらもう何にもしないで絶対生き残りますよ、本当に。もう病院なんかね、病気になったらどんなお国からもう永遠のお金が流れてますよ。ラッキーやな。これリアルにありますよね。王様の方がサバイバルチャンスが高いんですよね。ね。で、この村、このトライブ、10匹の狼が1人が破門されると、どのぐらいサバイバルが難しくなると思います？一人で生きるっていうのは自然の中でめっちゃリアルにすっげえ難しいことなんですよね。で、これは動物としてそうなんですよ。だからね、鹿とかね、あのムーって言ってるね、なんだっけ、cows right、 日本語でムーっていうのは何だっけ、牛とか動物もそうでしょね。一人で生きる動物もあるんだけど、やっぱ群れっていうこのね、パックメンタリティっていうのはあるんですよ。で、そのパックメンタリティで死ぬっていう意味は破門されるっていうことで、ね、子供の時はお父さんが怒るかもしれない。でも、いじめもよく考えるとそうですよね。いじめられた人はよくわかるんですけど、本当に心の傷がつく。ね、本当にいじめられないために自分には価値があるんだよっていう形で他の人に自分を見せてあげる。ね、価値があると破門されないんですよね。その群れの中から。ね、でどうやって価値があるのって言ったら、トップの方が高いんですけど、ボトムにも価値があるんですよ。いじめられるっていうところに自分の存在で、そこに価値があるんだって認められた瞬間、ね、じゃあその会社、その村、その学校の中でも生き残ることができるみたいな、これサバイバルインスティックなんですよね。で、気をつけないといけないのは、大人になってもまだこれをやっていると何が起こるかっていうと、ね、自分を犠牲にしちゃったり、自分の夢を諦めて生き残るために上司が言うことを断らないでやる。自分の価値がそこにあるからね。ね、恐怖がその価値の下に入ってるんですよ。断、仕事を嫌だ、やりたくなかったら断ればいいのに、中には簡単に上司からこれやってって言ったら、いや、すいません、ちょっとこれ苦手なんでって言って簡単に断る女の子とかいますよね、男の子とかも。ピロンって、なんなの人みたいな。ね、でも真面目な人は、何言ってんの、その断っちゃダメだよって言って断らない。で、本当に自分ができる以上の量の仕事が入ってきて、夜も辛い、朝も辛い、やりたくない、職場に行きたくない、でもそのオプションしかないからそれを続けているっていう人がこの世で何万人いると思います？ね、そこに自分の価値があるっていうところ。いや、だからこれがなんていうのかな、その自分のやりたいことをやりたいんだけど、ね、それでもし失敗したらどうなります？自分のやりたいこと、自分のワクワクすることを仕事にしてみたいと思って自分で起業して失敗したら、周りの人なんて言います、あなたについて。いや、あいつはなのさん、何々さん、あんなとこのをやって勝手にやろうとして、やっぱり無理やのよ、私最初から思ってたのよ、あんな人、何絵描くなんて仕事にして、無理ですよねえ。普通に工場で働けばいいのに、スーパーで働けばいいのに、嫌いなことを仕事にして働くのが、だからお金もらえるんだよ。子供がやりたいこと、パパ、ママ、こういう夢があってんだ。何言ってんだ！お前の光、眩しすぎる！そんな楽な世界じゃないぞって。ね？破門するぞって。破門されるよ。で、実際に今ニュース見てみて。ニュースもサバイバルパターンの世界のニュースでしょ、今。今テレビつけて、へい、今日こんないいことがありました。いや、自然がこんなにいいんですよ。わ、本当に光って美しいよね。見てこのワンちゃん。見てこの子供にこんないいことがあって、あなた目にこんないいことがありますよ。みたいなニュースじゃなくて、ね、本当に幸せ度今 20% いってるかでしょ、テレビ開いたら。脅しでしょ、
ね、ヤフーのエンタメニュースとか見るとこんな芸能人最高なんです、可愛すぎるっていうのとね、あ、じゃあ私も可愛い芸能人になったらみんな認めてくれるんだ、価値が上がるからもっと自分のままでいていいんだってね。で反対側に、見てこんな芸能人、見てこんな政治家、こんな悪い人がいるんだ、叩け叩け、波紋だ、波紋しろ、日本めっちゃ波紋好きだよね、これいかんよみんな、これ自分で破門してるって気づいたらそれ止めなさい、止めないとダメだよ。 What you damn damns you back、 この人破門だって言ったら絶対それカルマに戻ってくるよ、あなたが学ぶまで。そういうものなんですよこのリアリティはね。だからポイントはね、論理的にマインドの役目を考えていくね。論理的に僕たちは宿題やらないとダメだよってね、論理的に僕たちはいい大学に入らないとダメだよって、いい大学に入らなかったらダメなんだ、この、ね、このいい職に就かないとダメだよって、でもっと努力しないとダメだよって言って、努力してもうできないんだったら申し訳ないけどあなたはダメな人ですよねって、なんとかわいそうな嘘をみんな信じてるの。ダメですよそれ、それいけません。はい、それやめなさい、みんないい子たち、それやめなさいそれダメです、わかる、わかる、そういうことじゃないのよ、わかる、あなたは自然の一部で自然とつながってるの、わかる、あなたは大切な存在なのよ、申し訳ないけどごめんね。で、あなたの問題っていうのは本当にこの世界に生まれてる、この世界、僕たちが生まれて戦争とかしてるんだよ、今でも戦争してるんだよ、あなたがこの時に生まれてきてこういう教育を受けたっていうのはあなたのせいじゃないんだよ。で、あなたの先生がこうあなたをいじめたり、あなたの、ね、仲間があなたをいじめたりね、もしあなたがのび太くんでジャイアントにいじめられてたら、ジャイアントも心の悩みを持ってるのよ。で、心の悩みっていうのはマインドで癒せられないの。心だから、あなたは心の存在なのよ。だから論理的な世界に入ってもうまくいくわけないのよ。心っていうのみんな分かってないわけよ。心が繋がってるって。愛が本当だって。今宇宙の周りでくるくる回ってるんだよ、地球って。ありえないでしょ？ありえないけど僕たちはそれを無視して、いや、5つのセンス？ね、このマインドだけで生きているわけよ。ね、マインドだけっていうのは売り上げが、ね、マインドはその売り上げが上がれば幸せになれるんだとか、お金が入ってくれば幸せになれるんだ。お金が入ってきたら生きるの絶対楽になりますよ。うん、絶対楽になるよ。で、あなたにもそのお金が入ってきていいっていう価値はあるよ。で、できるのよ。今自分のやりたいことを実際に磨いていったら、今2020年でしょ？2030年の時、どのような人生になっていると思う？ね。本当に僕はね、前、ハートと、僕のハートとマインドが一致してなかったの。僕はその、なんていうのか、実は僕ね、24歳の時に自分の一人の会社を作ってワクワクして、働くためじゃなくて楽しかったから数億円の取引とかやってたわけよ。まあ、途中でちょっと怖くなって逃げちゃったんだけどね。で、日本に動いてきて、日本に引っ越しして、その大学卒業して、で、大学を出た後に、僕はその、なんていうのかな、なんかお父さんの影響か、なんか社会的な影響か分かんないんだけど、その正しいことは、ね、親が言うことを仕事にするっていう感じで、僕はお父さんが言ってることを本当に素直に聞いちゃって、その日本の企業で働くっていうことを、なんていうのかな、なんていうのかな、サバイバルだよね、僕の。ね、僕のハートに、ちゃんとこういうふうに生きていかないと、ちゃんと仕事しないと、みんなのように頑張らないと、ちゃんと努力しないと。ね。そうしないとちゃんとした人じゃないんだよっていうのがやっぱ心の中で受けていて、それをやってみたら本当に月収20万でグレー企業っていうような形で本当に働いていたのね。で、もう本当に上司は怒るし、恥をかかせるし、で、怖い環境で働いていたんだよね。でも僕はそういう上司に認められる、その群れの中、会社の群れっていうところのトップの人に認められて自分の価値を上げる、今気づいたんだよね。自分の価値を上げることによって僕の居場所があるね、生き残ることができるっていう、ね、マインドはそこにフォーカスしてたの。でも僕の心はそれが本当に辛かったの。やだやだやだって毎日行きたくない。で、どうやって僕の心が教えてくれたっていうと、鬱になったのね。鬱を感じてきたの。モノクロになってきたの。もう命終わっていいって、生きる価値がないって思ったの。
でもこんな、ね、あのサザエさん病、日曜日の夜にサザエさん病になる人、そんなことじゃない、土曜日の11時、もう土曜日の1時になったらサザエさん病になってたの。仕事考えるだけでお腹が痛くなるのね。でこのような形でもう体も嫌だし心が嫌だって言ってるんだけど、僕のマインドは、ね、これが正しいんだよ、これが普通だよって思ってたのね。でもう本当に限界になって、僕はあの勇気を持って辞めることができたんだけど、その時に、まあ、次の仕事も同じような環境なんだよね。だから仕事を辞めてもこの心の問題を癒してないと、直してないと、またグレー企業に入っちゃうわけよ、ね、ブラック企業を辞めてブラック企業入る、ブラック企業を辞めてブラック企業入るっていう連続なんで、っていうと、その自分の心を大切にして人にブロックをかける、断るっていう力を成功するためには絶対必要になってくるんだけど、その訓練をしてたんだよね、僕は。ある意味ごめんね、ちょっと自分の話なんだけど。でもその時に、で次の仕事でそこもまた辞めたいってなって、でも辞めれない。でそこはちょっと給料が、ね、20から25万に上がって、ね、あのね、自分のタイトルも上がって、でこれは本当に僕がいなくなると仕事もできないよねみたいな悩みがあったんですよ。で本当にこれが永遠に続くんだって思ってたので、僕は今やっていることを仕事にしたいって本当に思ってたのね。でもやり方もわからない、やってる人も知らない、どうやればいいのかわからないと思ってたんですよ。でも絶対これやりたいなと思って、あるブライアン・トレイシーっていう方のお話を聞いていて、で彼が言ってたのは、時間の泥棒っていうのはダメな人とお付き合いする人間関係とダメな仕事なんだよね。でリアルに考えるとそうですよね。やっぱり1日8時間から10時間経験を得ることができるんですよ、仕事をやっていると。もっと短くてもいいかもしれないんだけどね、今は。でそういう形でそれを5年10年20年やっていくと、そのプロ中のプロになることはできるんですよね。その確率は上がってくるんですよ。でも自分がやりたくないことを、ごめんなさい、やりたくないことを仕事にしているとね、その自分のやりたいこと、自分の人生の時間泥棒で、あと後悔するよって言われたんですよ。で僕はそれ何を考えたかっていうと、今本当にやりたいことをキャリアとして選んだら、ちょうど30数歳の時だったんですよ。今キャリアを変えたらどうなるのっていうと、もう死ぬほど怖かったんですよね。絶対収入が入ってこないね。でも3年後はどうなるっていう、なんとか副業とかやりながら、バイトとかやりながらだったらなんとかできるかもねって。で5年後はどうなるって言ってる、まあお金は持ってかってないと思うかもしれないけど、これやってみたらいいかもねって思ったんですよ。で生き残ることはできるなって。で次の質問が、ね、だからポイントは、これやりたいことやって5年間経ったらうまくいってるか、なんとかうまくいってるって言ったら、多分なんとかうまくいってると思うんですよ。本当に論理的に考えていって、自分もそういう行動をつけてゴールを決めて学んでいって、ね、スキルを上げていくと OK。 じゃあ5年後僕は今の仕事を続けたいか、今の仕事を辞めたいかっていう質問なんですよ。どうです？もしあなたが自分の仕事をが本当に気に入らない、自分に合わないか、合わない環境かもしれないんだけど、5年後これ続いてたら、ま、このような同じ考え方、同じ感情を感じると思います？やめたいなとか嫌だなって。僕の場合はそのグレーの、ま、グレーって言わない方がいいかもしれないけど、そういう会社にいて、僕は絶対これ5年後もやめたいっていう、もう知ってるわけなんですよね。じゃあ論理的に考えていくと、何が起こったかっていうと、何が起こるかっていうと、今スタートすると5年後の自分より5年間の経験をスタート得ることができるんですよね。わかります？5年後今の仕事を辞めたいんだったら、今辞めて今別のスキルをピックアップした方が5年後にはそっちの方向に近づいていますよね。論理的ですよね。で自分がこれを理解した時に、僕の心とハートにアライメントが近づいたんですよね。ね。だから前はマインドが選んでいたことを本当だって思っていて、それを行動していて、マインドの恐怖の世界がリアリティになっていたんですよ。で、心はそうじゃないよって言ってて、もっと楽な方法があるよ、もっといいことができるよって言ってたんだけど、それを無視して、何言ってんの？そんなことやったら悪いことが起こるよ、死ぬよ、破門されるよ、恥かくよ。ね。恋人できないよ、馬鹿にされるよ、学校のクラスメートから笑われるよ、みんながアホって言うよって、ね、でも論理的に好きで得意なことを身につけて、自分がどうやって生きていきたいのか、仕事だけじゃなくて、あなたはどういう人間として仕事以外の時間も使っていくのか、どういう場所で住んで、ね、どういう環境で暮らして、どういう人間関係を持っていきたいのかっていうことをよく理解して、それを自分のゴールの設定にしていくと、時間はかかるけど絶対にできるんですよ。リアルにできるじゃないですか、学んでいって。ね、
で、そしたら僕の心とマインドがアライメントになって、実際にその可能性を感じてその行動をやっていって、で今の自分っていうのがいて、ね、収入も大きく変わって、幸せの収入を得ることができて、働く環境ももう全然違うところで、自分今僕は自分の会社なんですけど、そういうスタイルになってるんですけど、ね、そういう感じで本当に自分の生きがい、これ本当に自分がやりたいことなんだっていうこと、そこの心とマインドがのアライメントが今来ているっていう感じなんですよね。ね、でちょっと考えていただきたいんですよ。でどういうことかっていうと、その自分が何をやりたいのかっていうのを見つけていく、ね、自分が本当に好きなことは何なんですか。子供の時から好きだったこと、ね、いろんなことあるんですよ、ね、であなた得意だって言われたこととか、ね、得意なんだって思っていること、ね、でこれで普通の人はビビっちゃうんですよ。得意なことを仕事にしないといけないんです、僕運転が得意なんですけどどうすればいいんですかって言って、このマインドのサバイバルの考え方でいくと、ね、運転が得意な人はまあタクシードライバー、バスドライバーになるしかないみたいな感じなんですよね。ね、でよく考えてみると、得意なことでもじゃあレースカードライバーになりたいって言ったら、そのレースカードライバーになりたい人も何万人いるから、得意でももっともっと経験を練習していかないといけないですよね。だからちょっとだけ得意なことでもいいんですよ、スタートするときは。でこのような感じで本当に 2,3 ヶ月時間をかけて、自分の生き方、どういう人たちと働きたいのか、自分にはどういうパターンがあるのか、自分はどうやってこれまで価値をゲットしていたの、どういうタイプでいたの。あなたはスネオちゃんタイプ、ジャイアントが誰かをいじめてたら、ね、スネオさんみたいにジャイアントに認めてもらいたいから一緒にのび太ちゃんを、のび太くんをいじめるタイプ、それからあなたはのび太くんタイプ、もう全然壁がない、断ることができない、断ったら破門されるって思っているから全然断れないタイプ、だから自分の力がスーッて抜けていっちゃう。こういうことも見直していって、自分がどういう人間として、本物の人間、心です、あなたはこの世でどうやって生きていくのかっていうことを考えた20歳の子、ね、自分で得意でこういう環境でこういうのをやっていきたいんだ、こうやって社会のため、自分のため、家族のため、みんなのために自分のハートをベースとして生きていくっていうことを、それと普通に日本の教育を、日本って言ったら世界の教育もあるんだけど、あなた悪いことが起こるよ、ちゃんとやらないと悪いことが起こる、そんなやりたいことなんてあんた甘い話なの、それでうまくいくわけないでしょっていう、ね、世界であなたもっと努力しなさいよ、学校の先生も言ってるでしょ、あなた本当にできない子だねっていう、そういうトラマだよね。そういう嘘を本当だって思って努力しないといけないと思って大学受験、もう地獄の受験みたいな、他の人たちはいい、他の子たちはいい大学に自分だけ入らないとか言って先生から怒られて、やっと大学入って、それまたもう一回怒るからね、いい大学に入ってもね、就職の時にでいい仕事に入れないとかで、それでやりたくないんだけど、これやらないといけないんだっていう、本当に自分で辛い、仕事終わったら仕事のこと考えたくない、朝起きたら仕事に行きたいかって、行きたくないよって、仕事に行くだけで不安、もう心の闇で集中もできない、経験なんてどうでもいいみたいなね、その2パターンの人があるとするじゃんね、20代の本当にやりたくないサバイバルマインドを持っていることを、ハートマインドを持っていること、この子たちの20年、この人たちが50歳になったら人間としてどういう人間としてなってると思う？思います？一人は幸せですよね。その収入とかね、僕ベンツ乗ってるんだとか、ランボギーニ乗ってるんだとか、ルイブバッグね、高級マンションに持ってるんだ、そういうのちょっと置いときましょうよ。それお金が入ってもそこまでしょ、全然違うことって皆さん分かりますよね。ね、そんな甘い話ないですよね。お金が入ってきたらね、幸せになれるんだって。それだったら宝くじ当たってる人全員幸せですよね。じゃあなんで宝くじに当たる人の 80% ぐらいが倒産するの？それ嘘なんですよ。ね、わかる？わかりますよね。でもこうやってその自分の暮らしたい環境、自分の欲しい家とか現実年に入って、家族も幸せになって、周りの人とも幸せな友達とかがいて、働く環境も幸せで、自分がやっていることにして何かのギブバックができるのね、世界にね。でやってることでニコニコしてるんだよ、幸せなんだよ。もちろんチャレンジもあるよ、チャレンジもめっちゃあるよ、怖いところも絶対あるよね、そういう大人、成長していく大人、またはもう本当に怖くて言われたことをやらないといけないんだ、どうやって人生楽しんでるの、お酒とかちょっとしたパチンコとか分からないよ、でも本当に落ち込んでて、ね、お父さんは頑張ってるんだって言って、そういう、ね、お母さん大変なんだけど頑張ってるのって、自分を犠牲にして、で全然気づいてない
気づいてないかもしれないんだよね。でその50歳、どういうか顔の色とか肌の色とか健康的姿勢とか、どういう洋服着てるとか洋服の色とかね、わかると思うんですよね。だからこのその自分のビジョンを見つける、別にビジョンプログラムじゃなくてもいいんですよ。でも本当にこの時間をかけて自分が得意なこと、好きなこと、理想の平日、理想の週末、理想のなんか休み、5日間の休み、理想の夏休み、理想の冬休み、理想の春休み、理想の秋休み、こういうことを考えていって、自分が向かいたいところはどこなのっていうゴールが分かったら、なんか感情的にこれ やらないといけないんだよ、断りたいんだけど無理みたいな、ぐる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 海では、ね、回ってる船じゃなくて、アメリカに行きたいんだったらアメリカに行けばいいのよ。でもアメリカに行きたいって、あなたはどこに行きたいの？アフリカ行きたいの？アメリカ行きたいの？ロシア行きたいの？オーストラリア行きたいの？自分がどこに向かいたいのかっていうのが分からなかったら、どうやって誰もあなたを手伝うことできないんですよ。その英語で knee jerk reaction、 自分の膝を打つと膝がパーンって上がるでしょ。それにもうそういう自分はのび太ちゃんタイプだったら、自分を勝手にこう上司が、怖い上司が来てこれやってって、誰かやってって言ったら私がやりますって、自分を犠牲にするっていうね、そのタイプだったら、それ気づいて、行動が現実を作っているから、行動を変えていかないといけないでしょ。じゃ自分の行動を変えたいんだったら、自分の考え方を変えていかないでしょ。考え方はどうやって変えるのって言うと、起源、自分の気の源を取っていく。運気っていうのが流れているから、気でしょ。自分のエネルギー、自分を癒さないといけない。自分を回復しないといけない。自分を守って、自分を大切にして、自分を尊敬してあげないといけない。あなたっていう素晴らしい人間が、これからの10年間でめちゃくちゃ大きく変えて、あなたがこの道を選ぶか選ばないかによって、まあ、別に自由ですから、もう本当に自由で生きて。それ大切なんだよ。自由で生きて。で、あなたがやることによって、これからの10年間で、あなたの世界も変わるし、周りの世界も変わっていくのね。今、簡単に説明すると、ワインのコルクってあるじゃないですか。シャンパンのコルクでもいいですよ。それが海の下にあって、ね、水の中にコルクを入れると浮かびますよね。でも、あなたには、心の鉄の鎖っていうのがあるんですよ。ね、幸せなこと、好きなこと仕事にできないよとか、ね、努力しないと悪いことが起こるんだよ。断ると死ぬよって。断ると破門されるよって。でそのような鉄の鎖があなたの心が浮かびたいここを止めてるんですよ。マインドを通して、サバイバル、生き残るために僕はやってるんだって。でこの考え方が愚かやん、現実じゃないんだっていうのをマインド論理的に理解できると、それを自然に外すことができるんですよ。そうするとあなた上がっていくのね、上がっていくんですよ。で上がっていくと、そこにもコミュニティがあって、それをやっている人たちもいるから、一人じゃないのよね。今本当に時代の進化が来ているので、ね、Find your vision. What are you here for? ね、本当に今そういうことができると思いますので、この2020年、10年があるからね、このデケードは自分の最高のデケードにすることができるのよ。You can release it! もう鎖の、ね、鎖のあれ切ってさ、鎖、心の鎖して、You are free, you are free, you are free.You're free. 自由になれるんだよ。ね。で、論理的に考えていっても、自分で好きで得意なことをキャリアにしていった方が、やりがいを感じるし、ね、サービス、自分が提供する価値に値段の上がも上がってくるのね。ね、今はビジネス的にそれができるの。で、急にやらなくてもいいの。副業でできるのよ。無理して前の世界みたいにもう急に180度止めるみたいな変わるんじゃなくて、少しずつ会社の中からでもできるのよ。僕が言っていることはね。Alright。なのでね、本当にそろそろ愛することで生きていける時代が来ていると思うので、ぜひね、で、本当にビジョンプログラムっていうことに興味がありましたら、findyourvision.jp、find your vision、自分のビジョンを見つける .jp ですよね、findyourvision.jp で、ぜひ来てください。もう本当に4000人以上の方がこのコースを受けていますので、本当に中には1週間、2週間にやる人もたまにいるので、わーって思うんですけど、やっぱり2、3ヶ月かけて、ね、で、これは若い人じゃなくて、特に40代、もうこの僕が言っていることを本気で40代の方、
40代以上、40代、50代、60代でこれを考えていくと、結構これ怖いことなんですよね。ね、光が眩しい光は怖いから、ね、もう嫌だって言って暗く、最初慣れるまでに時間がかかるんですけどね、うん、でもこの心の世界っていうのが本当にあるので、ぜひ Please check it out、ね、本当に If you could check it out で、毎朝 あの毎週の月曜日の6時半から私 YouTube のライブやっていますので、毎週このようなビデオはアップしていますので、興味があったらぜひチャンネル登録してくれるといいと思うよ。Alright, thank you so much. ちょっとね、アメリカのサンタフェっていうところにいるんですけど、そこからのメッセージでした。I love you guys and I'll see you next time. ありがとう。 Thank you.